まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。9番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ、特に進行論とかないんですけど、まあ、初週で出るとか、まあ、ドーンがいいとか、そういうので村同士が宗教論だけで殴り合うっていうの結構あるんで、まあ、役のことに関しては別にどうこう触れなくていいんじゃないかなと思います。まあ、無駄なね、結構やっぱり宗教論で透かした透かしないだの、出た方がいい出た方が出ない方がいいだのだけで、白黒が出ない情報だけで宗教論の違いだけで叩き合って黒い白いだのっていうのは結構不毛だと僕は思ってるんで、別にあえてどっちの宗教だったとしても別に触れずに進めていったらいいんじゃないかなと思ってます。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。ドン進行しましょう、ドン進行しましょう。あの9番さんは申し訳ないんだけども、9番さんちょっと温度取ってもらっていいですか。9番さんの発言が始まったら、まあ、あの通過するしないかかわらず、まあ、何秒ぐらい目安にあの出てくださいというふうに言ってください。お願いします。多分その一言で全て多分9番さんの言ってることって片付くと思ってるし、まあ、そこからなんかそのなんだろう、ドン進行がどうのこうのとかっていう人がいれば、その人がおかしいっていうふうにやっぱなっちゃうと思う。そういうふうに見えてしまうし、うん、これって村氏強い信仰だと思ってるから、それを普通に唱えればいいのかなって思ったかな、9番さんには単純に、うん、ただまあ、不毛な殴り合いはやめようよっていうことを9番さん言いたかったわけでしょ。まあそれはみんなやっていきましょう。だから僕の進行に乗ってください。お願いします。以上です。2番のプレイヤーは発言してください。はい、じゃあドン進行でいいと思います。まあ9番が言ってることは俺も常々思ってて、まあ9番は何者かは知らんけど、そのなんか1周目に出たとか2周目に出たとか、あとは何だろう、なんか役を透かした透かしてないとかって、それ考え方の違いでしかないから、だからなんかそういう議論って何も狼を探す議論においては役に立たないと思ってるから、まあ9が何者かは分かんないけど言ってることは正しいなって思いました。で、1番については、ドン進行提唱しただけの人物なんで色落ちは全くしないです。だから9の印象がよく1の色落ちがしてないっていう状況です。だからまあ現状釣り1とかってのは特にないですけど、まあ議論発展のために無理やり言うと9の印象が良かったんで、釣り1はどっちかっていうと1番かなって思います。3番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ2番はいいなと思って聞いてました。まあ9番の印象に関しては自分も同意見の感想を持っていたから、まあシンプルに自分はいいなと思って、まあ自分と同じ思考の持ち主やなと思って2番に関しては思ってましたね。でも9番さんが印象よく映っていて、まあ1番に関しての感想も、まあ脳進行したい人物なんやなとしか俺も1番に関しては思わなかったんで、はい。まああとはまあ村の方にはまあ思ったこと言ってほしいなと思ってるし、まあ自分自身も思ったことどんどん言っていくつもりなんで、はい。まあ2周目どんな番になるか分かりませんが、はい。まあ頑張っていきましょう。4番のプレイヤーは発言してください。僕は91を比較したときは1番さんの方があの結論があったから良かったと思ってる。9番さんは前半の発言は良かったっすよ。なんか進行論の違いだけで議論発展したところで、それは白黒に直結するもんじゃないから、じゃあそこでなんか議論発展させんのやめようって唱えるんだったら、じゃあ今回同進行でみんな統一しようねとか、もうあの初週から出る人がいても偽で見るのとかやめようねって、発言聞こうねなら分かるんだけど、なんかどっちでもいいで終えてるだけだから、結論としてじゃあドン取ろうよって言ってる1の方が結論があってよかったと思ってるんだよね。その視点が2とは違ったのと、じゃあドンでいいんじゃないですかって2の俯瞰式的な視点が気になったから、2強かなって感じ、なんかなんとなくで、なんかそこに乗っかってる3番狼っていう視点が現状見えてる視点、まあ、ちょっとこれ以上は、まあ、今は見えてないですね。2周目聞きます。5番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。2番さんの思考だと1とは合わないとは思ったんですけどね。2番さんってのは出方云々とかでは精査しない、透かした透かしてない、
でも一番さんの鈍進行提唱、一番さん鈍進行が強いと思ってる。なんでかって言ったらバッティングとかそういった盤面的な強さでしょ。だったら初週つかさない方がいいんじゃないにつながるし、だから2番さんはね、一応1に同意してるけども、なんか思考的にはなんか全然違うんだろうなって思ったけども、あと最後のまあ、釣り位置とかは無理やりすぎる。無理してる感がすごい。だから3番さんが2を評価できるわけがないと思ったので、どうだろうね。4番さんは乗っかったさんの方が狼っていうけど、発言でおかしいの2番。それ評価してる3番は、発言がおかしいというか視点が合わない。まあ、2、3、3、1だね。6番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。今日の釣り位置4は弾こうかなっていうふうに思いました。っていうぐらい4番さんの発言が良かったなっていうふうに思ってるんですが、9番さんって別に鈍進行しようがしなかろうが、まあそういうしたしない、すかしたすかさないで白黒つけるのやめようねっていうふうに言ってる人物で、1番さんに関してはもう鈍進行しましょうっていうふうに言ってる人物だから、俺4番の話ってすっげえ飲めるんだよね。だから1番評価できない人物で9番評価してる人物って9の白すきしてんのかなっていうふうに思ったんですよ。だから俺全然やっぱり2、3が全くもって飲めないよね。で俺5番さんも4番さんが3番さんの方が人外味高いっていう風に言ったんだけど、俺3番の方が人外味高いかなっていう風に思ってるんですよ。僕も乗っかってるからね、2番に。2番発言おかしいなと思ってそこに乗っかってる3番あるなっていう風に思ってるから、3番よりも2番っていう風に釣りをした5番って3ゴロロで2強陣だった場合って3番落としたくないから、じゃあ最悪2落とそうっていう考え方もあるかなと思ってるから、5もちょっと疑ってるって感じ。4だけは絶対今日の釣り位置から逃す。以上。7番結構グループ分けできてると思ってて、まあ9番さんが特に信仰論なく宗教論で争うなっていうのが、まあどっちにもつかない、あの怪しまれたくないんじゃないかなっていうのがあって、逆に1番さんは潜伏論、潜伏の方が強いんだって言って鈍進行を唱えてるから1と9の意見が分かれてんだよね。で2番さんと3番さんが1を叩いてて、まあ9、2、3が結構が意見が合ってて、4、5、6が1派だから1、4、5、6がまあ結構自分意見合ってるから、俺は現状9、2、3ここ3人が内訳はよくわかんないけど、俺は9、2、3の3人外じゃないかなと。まあ8番さん喋ってないけどね、結構グループ分かれてるから俺9、2、3の3人外だと思うよ。8番のプレイヤーは発言してください。9、2、3かあんまり分からんけどね、うん、ただ基本的にはあんまり分からないです。ただ強いて言うなら2番の発言は5の言ってる通りかなと思うけど、2の発言、2の思考からするとおそらくどの進行でもどっちでもいいと思ってる感じだから、あっさり乗ったなと思いますけどね。ただこれは両面性あるんで分かんないです。村で言ってる可能性もあると思ってます。位置がドーン進行って言ったらわざわざ反対する理由もないですから、まあドーンでいいかって思ってる可能性もあると思ってるから、それが別に、まあだから5が印象良かった、7とは合わないなと思ってるぐらいですかね。はい、ドーンが決まってしまうとあんまり色見えなくなるんだよね。あんま分かんないです。こんな感じです。9番のプレイヤーは発言してください。50秒でお願いします。50秒で。1が2白で、2が4白、7が0ので、3が例の2、2番目ですかね。ですね。で、僕が最初パッとドン前に思ったのが、まあ567ってちょっと合わんなと思ったんですよね、視点が。っていうのが、ただその中でも67って結構やっぱ釣り位置がっつり出してたんで、結構多めに出してたんでね、結構あの狼目ないかなとは思ってたんですよね。で、5番さんって1番さんのことちょっと捏造してるんじゃないかなっていうところがあって、2番さんのことかな、捏造してるんじゃないかなって言って、で、1は2周目って2番さん言ってて、
なんで、2番さんが別にどっちかって言ったら1ついた1するだけだったんで、そこまで2番に引っかかるとこがあったかなと思ったんで、5がちょっと怪しいなとは思ってました。連動でいくと、やっぱり7番さんが5、6、7っていうところ、合わない。1番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。2番さん白を持ってます。2番さん狂人で4番さんが狼。で、3番、7番っていうのが分からない状態なんだけど、4番さんっていうのが3番にあの平等向け方っていうのがあんまり活軸に見えないことから、47ローローじゃないかっていうふうに自分はたどり着いてます。うん。ただ、ライン切りを初週からもうやってたっていうことであれば、ちょっとこの線は分かんなくなるんで、占いたいっていうのが正直なところ。あの4番さん落としてくれ、4番さんを。4番さん狼なので。で、あの9番さん言っとくけども、もう全路盤面だから、全人外露出盤面。ね、ドン進行強いでしょ？全路盤面ね、全路盤面。だから、5、6、8、9は、あのもう、あの白弾き、OK。で、2グッチョブ起こせば、勝ち確盤面が起こせる盤面になるから、あの岸さんは頑張ってくれっていうのを言いたいです。今日は4番さん落としね。今日は4番さん落とし。で、3番、7番に関してはさっき言った通り、もう単純だけども、4番さんの振れ方っていうのがあんまり1周目の段階だと3、4には見えなかったから、4、7じゃないかっていう精査。7番さんっていうのは釣り位置で4番さんを外していたから、多分4、7っていうのも結構濃いんじゃないかなっていう精査です。自身の精査の中では。っていうのが、あの自身の考えです。ただ、まあ、占えば確実なんで、あの残してもらって、4番さん落としてください。で、4番さんが黒なんで、4番さん黒結果を落として、あのくれた方が真。まあ、もちろん、両方とも黒っていうのを落とす可能性があるけど、そしたら3、7ローラーするから、絶対に。はい。というところまで行っておきます。っていう感じかな。結構、もう視点としては、もう自分、整ってるんですけども、整ってるんですけども、確実性を出すために、あの4番さん落として、もう一回占わせてくれ。っていうのをお願いしたいです。で、岸さんに関してはもう何度も言うようだけど、しつこく言うようだけど、2グッチョブ起こせば勝ち確盤面ね。勝ち確盤面。だからもうちょっと頑張ってほしいっていうのが、あの僕のお願いです。今日は4番さん落としてお願いします。2番のプレイヤーは発言してください。自主点は4番狂人、1番狼が分かってるんで、別に4でも1でもどっち落としてくれてもいいです。3か7に色つければ終わりっていうところなんで。で、1番の偽要素は、1番視点って、まあ、1番が占い主張する場合って俺と見え方同じですよね。1番ってどこだっけ ?1 番が2白打ってる状況下って2番の白が落ちた状況下で、で4番狼で霊媒に進路が確定なんですよね。だから俺と1番って見え方同じなんですよね。まあ、俺が真なんですけど。だから自主点は1番4番どっち落としてくれてもいいんですよ。4番は落としたら白、1番落としたら黒っていうだけで、もう霊能に狼が1人いるってことが確定してるんで、だから明日占えれば別にどっち落としてくれても構わないんですよね。でも1番はなぜか4番落としだけにして、なんか票を無理やり集めようとしている人外っていうのを拾ってください。自主点1、4どっちか落としてくれれば、3、7の色を見れば終わりっていう盤面です。だから9番さん全路ね、全路3、2盤面だから、だから1と4釣りやすそうな方に投票しようかなって思ってます。うん、1番軸で見た場合に1番が7番の狼をむちゃくちゃ追ってたから、だからまあライン切りなのか3番と繋いでるのかっていうところだとは思うんだけど、まあどうなんだろうね。4番釣れると思ってんだったら繋いでる線の方がまあ無難かなとは思うから、1番派生だった場合は3番の方が表考察狼っぽいかなとは思うけど、こればっかりはちょっと占ってみないと分かんないんで、もう1日占わせてください。あと5番6番に言っとくと、俺が1番に対して1番が鈍進行提唱して、俺は別にどっちでもいいけど乗った理由っていうのは、俺は議論発展が一番したいことだから、議論発展のために俺が反対したらその議論になっちゃうでしょ。3番のプレイヤーは発言してください。17ローローかなと思ってて、24にどっちが真でどっちが狂人かっていうのはぶっちゃけ分かってない。まあ17ローローとしての根拠としては、7番っていう対抗の霊能が3番と2番が1番を叩いてるからって言ってるんですけど、2番3番ってそもそも1番叩いてないんですよね。そもそもね、自分は1番に対しては同進行したい人物なんじゃないか、同進行したい人物なんやなとしか印象として落としていないので、基本的に1番の精査をしていない人物なんですよ。3番って1周目の状況か、
2番っていうのは、その鈍進行に関しては、まあ、自分自身で言った通り、まあ、鈍進行、まあ、どっちでもいいみたいな、まあ、感じだったと思うんですけど、まあ、そもそも1番に対して言及をしていない状況下で、まあ、7番がその2番、3番っていう人物が1番に対して、まあ、叩いてるからって言ってるところが、まあ、少なからず7と1のラインが少なからずあるのかなと思っているのと、なぜ4番、7番、3番だけで4番、7番っていう明確なそこまでの要素が出たのかって考えたときに、まあ、相方だから切りやすくしてるのかなって思っちゃった節がありますね。もちろんこれ4番の発言聞いてまだ思考変わるかもしれないんですけど、現状10視点で見えてる世界線ってこんな感じ。少なからず自分は2番の評価した点って、2番っていうのは9番の前半部分の多分進行論に関して、まあ、印象がいいって言っていた人物だと俺はそれ認識していて、自分はそれに関して俺はそのなんだろう、思っていたことを俺も思っていたから2番に関して印象がいいよねって言ってるだけだから、はい、そこら辺まず汲み取り間違いしないようにと思ってるぐらいですね。はい、まあ、昨日、まあ俺ね、なんやろ、4番の1周目結構俺評価してる人物やから、まあシンプルに1番から冷たいなって思ってるぐらい、はい、今んとこはね、はい、まあグレーが進行取っていいよ。4番のプレイヤーは発言してください。3番さんがもし4のシーンを追ってくれるんだったら2番から攻めてほしいかな。僕は自分が疑われてる位置に入ってないことを自覚してるんで、2番が強靭だった場合4しろよりは2が狼で4番にしろ、3番を釣り殺しに来てる、4番が2が強、3がローっつってるから3番殺しに来てるから、2ロー軸の3は殺したい人物の27ローで、1番が2番がじゃあどうでいいんじゃないですかっていう投げやりな視点が1番視点2番占いないっていうのが分かって、2番に白打ちったらご主人囲えたって感じの盤面だと思ってる。7さんに関しては、7番さんは初週なんか LINE のストレートな考察をしてたんだけど、まあちょっと それだけで7番って全く色落ちない人物だから、じゃあ3番の2周目聞いてたんだけど、まあ2周目は良かったと思ってるし、初週3番疑ったのってまあ位置的な問題だから、なんで1周目で3疑ったのに2周目疑わなくなったんだって言われそうだから先に答えておくんだけど、位置的な問題だから2番がその91の評価が僕とは逆で、3番がそこに対して同じ意見だったから、2番強靭で3番狼なのかなって視点だから、まあ別に今の3番の意見聞いて4のシーン追ってくれるんだったら全然僕は2番から言ってほしいなと思ってるんですよね。27ロー1強で2番占いないって思った1番強靭が2白打ち、2番が強靭で疑われてない4番に白よりそっちの方が僕は盤面上は追える。で2がローだった場合の派生としては4に白だから3番殺したい構図だから27に見えるってだけなんで、まあ37の、まあ、7番さんの話も聞くんですけど、僕は占い師として2番を人狼だと思ってるんで2番投票してほしい。どこが釣られたにしろ僕は 1,2 で事故ってる可能性もあると思ってるから必ず占いを釣り切ってください。これだけは言っておきますよ。で、あと結果は同時張り、次の日1番手だった人が秒数して5番のプレイヤーは発言してください。 1,2 で事故ってたら何どういうことだ。まあいや、どっちかが出るって話してなくてってこと。まあだとしてもね、それはちょっとよくわかんなかったけど、位置的なものなんだ。まあいいや、占いの精査はそんな必要ないかな。三段の精査を重点的にやってれば、まあ、進路路だったらね、早く終わるだけですから、1、2、4は釣り切ります。まあまあまあ、なんか9番さんとかね、6番さんに言われましたが、隠し路同士ですから、気楽にやりましょうよ。はい。あと、まあ、そうだな。どうします？ 2 人ぐらいに絞ります。 1,2,4 の3人だとワンチャン同票になるかな。まあそんなことはそうそうないとは思いますけども、まあいっか、好きなとこ入れればいいかなとは思ってます。発言では納得いってないのは2番4番ぐらいですかね。そんな精査はいらないんで理由は割愛します。6番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。なんか俺4番のところでシーンを持ってたとしたら、多分1番釣りしてくれませんかっていうことになるかなっていうのもそれで、1でもし白だった場合って2番破綻するじゃないですか。37が白白っていうふうに打った場合って破綻するから、2番自動的に釣れるからね、いいのかなと思ったんだけど、4番さんはそこで2番さん行くんだと思って、
まあ、2、7っていうふうに追う気持ちもわかるんだけど、って思っちゃったんよね。で、1、2番さんに関してはもうほぼほぼ仕事が終わってると俺は思ってて、1、2番さん目線3、7どっちかに人狼がいるわけでしょ？っていうふうになったら、1、2のどっちかから詰めていいのかなって俺思っちゃったけど、だったらなんか、あの2番さんが死んだった時って結構2、4だった場合って俺多分4、5番さんがいいなっていうふうに思っちゃってるとこ、節がちょっとあるから、2番のシーンを追うためにもう1番釣りして1で3、7がクロクロっていうふうになったら2番のシーンも追えてくるかなって思っちゃうかな。まあどっちみち1、2のランでいいんじゃないかなと思ってるけどな。8番さんがどうしてもいやいやいやっていうのであれば全然言っていただいて大丈夫です。はい。全能場面初めてなんですごいちょっとワクワクしてます。以上です。7番のプレイヤーは発言してます。俺は1番か4番どっちかが死んだと思ってる。2番は狂人か人狼どっちかだと思うんだよね。やっぱまず2番さんが占い師持ってたら多分1釣りに俺ならないと思うのよ。9番さんがとりあえずドン進行せずなんかあんまり好きにやってっていう感じだったじゃん。で、1番さんがドン進行を唱えた。で、2番さんが占い師を持ってるんであれば、でしかも潜伏してたんだよね。ただ1番さんの潜伏進行に乗らずに1を叩いてる時点で、やっぱ2番さんっておかしいし、で、3番さんも1叩いてたじゃん。だから2番さんと3番さんと俺意見合わなかったよね。で、4番さん以降から自分と視点があったり、まあ、8番さんもちょっと合わなかったけど、9番さんとも合わなかったけど、だから俺2、3、9で釣りをしてて、2と3で、しかも3番さん対抗でしょ？俺は2釣りでいいかなと、1か4どっちかに芯がいるし、もし2で黒出たら1番手に白でしょ？1番も破綻するし、だから俺は2番釣りたいかな、しかも3番が1釣りをしてるんで、1、3のラインがないから、確実に1ってないから、そうなると2か4が人狼ってなったら、4番さんの1周目の、2釣りをしよかったから、俺は今日2釣りたいかな。2釣って黒出たら、まあ1番破綻するし、白だったらまだわかんないし。俺は2番さん釣りたい。8番のプレイヤーは発言してください。釣り位置に関しては4か1だと思いますけどね。1が2しろ、2が4しろ。一応情報釣りできるのって4か1なんで、これは4か1でいいと思いますけどね。あと6番に言っておくと、基本的には白、白、黒、黒は出ません。情報釣り盤面がある盤面なんで、必ず、まあ、ほぼかなりの確率でパンダにします。はい。新郎なんで色も見えてるんで。あと4が言ってたんかな。そうですね、即張りか秒数指定だと思ってるんで、秒数指定にしましょうか。じゃあ、一番最初の人が秒数を指定してください。これって狂人が難しいんですよね。狂人が村人と一緒で、狂人も色がわからないからね、ちょっと連携が取りにくいんだよね、狂人は。はい。だから狼を釣るのが一番いいんですよね、本当は。はい。あと占いは必ず3か7占ってくださいね。うん。確かに4の言ってることは分からなくもない。ただ5か6の言ってたことは分かるよ。4目線1じゃないのかっていうのは。ただ、1強で2が、2ってなんか結構ヘイト買ってたから、1強で2を囲ったっていう話も分からなくもないなと思って。まあどっちにしろ4か1だと思うけどね。いろいろ破綻を見たりすると、破綻とかいうか、これ4か1するとおそらく狂人も困るんだよね、狂人生きてる場合ね。と俺は思うんだけど、まあ各々好きなところに出たらいいと思うけど、どうせになったら4か1に入れた方が俺はいろいろいいと思うけどね。俺はまあそこまで自信ないから、絶対どこ、分からんのよね。絶対どこが真、どこが偽。でも4はちょっと真感情を感じたかなぐらい。ただ4目線1釣りなのは間違いないから、どうなんでしょうね。投票を始めてください。違う、私じゃありません。何かの間違いです。はあ、初日いつ釣られるんかよ。対抗にしろっちゃったね、これ。1番のプレイヤーが選ばれました。
に連れてねえじゃん。1番のプレイヤーは発言してください。お願いします。自分シーンです。申し訳ない、釣られちゃって。37占えなかったけども、発言聞く感じだと3番さんの方が狼かなっていうふうに思った。3番視点で 1番と7番でつなげてきたんだけども、7番が、23をあの一括りにして1番を殴ったから17じゃないかっていう説でしょ。7番が釣り位置として23を上げて、でその理由っていうのが2番3番が1番を殴ったからって。2番さんに関しては正直1周目の段階ね、1周目の段階で2番さんって1番と9番で、9番は印象のいいことを言ってた、1番に関してはまあ当たり前のことを言ってた、だから1番の方が釣り位置、3番さんはそれにちょっと乗っかってる人物ね。だからそういう風に見える視点は普通だと思ってて、だからそれをなんか無理やりねじまじげたかなっていう風に思ってます。3番がね、だからまあちょっと占ってみないと分かんなかったんだよ。本当に分かんなかったんだけど、申し訳ない、本当に申し訳ないけど、ただ3番さんの方が濃厚かなって。ただ7番さんに関してはこの段階で1番4番で、まあ2番が1番芯がないから2番さんに投票してるけども、別に4番さん投票でもよかったんじゃないかって、あの少なからず1番4番で芯が終えて4番さんで白が落ちた場合って1番の破綻でしょ、7番芯で。だからそこまで見てほしかったんだけどな。7番さんの2番投票が分かんなかった。3番さんに関してはその7番の、あの、釣り位置から1番と7番をつなげるっていうのがちょっと強引すぎて、ちょっと分かんないっていうのが俺の段階ですね。ただ、4番さん派生から考えた場合、4番さんが3番に対して、あの、もし俺を信じて見るんだったら2番から言ってほしいっていう発言が、なんかあんまり相方軸にも見えなかったって言ってしまえばそうなんだけど、そういうふうにちょっと見えてしまった節はある。だから47はワンチャンあるかなって。そんな感じです。あの岸さん、マジにグッジョブ頑張ってほしいなっていうふうに思ってます。時間してちゃんとしてね、一番初手の人は絶対だよ。レディーさん、ありがとう。夜が来ました。目を閉じてください。人狼は目を開けてください。人狼は人を殺してください。これ仲間所に連れていきたいね。立ち役さん、KD さん、ありがとう。四老軸にするしかねえな。二強四老。まゆまゆさん、立ち役さん、ありがとう。朝が来ました。イチクロは絶対シーン取れんよ。昨夜死んだのは9番。2番のプレイヤーは発言してください。10秒で全員張りましょう。110秒で。17。ああ、4番さん。はい、4番さんが誤爆してるんで、4番、10地点は4番強靭なんで、7番いきましょうか。1のシーン終わらない限りは、7番いけますね。1、17ロール、4強靭。4番強靭誤爆。アザースっていう感じかな。まあ、8番が引き取って決めてください。3番のプレイヤーは発言してください。勝ち確じゃない？俺は1黒出てて、24番さんが7黒でしょ？俺の新世界ってさ、2番4番に絶対いる構図なんだから、7番つって、俺視点で7番つって追わなかった時って、俺が破綻するから、だから7、3の順で引き切ればいいと思いますけど。簡単な話だよね。分かってる、分かるよね。大丈夫、分かる、言ってること分かる。俺目線1番の黒結果が見えてます。1番黒です。2番か4番に芯がいます。その2番か4番にいる芯が7番角黒にしてます。実時点でね。で、7番ずっと終わんなかった時ってことは、あの自分が
破綻します。だってこの場面か、1番が2白、2番が4白、4番が8白打ってる状況かって、ぶっちゃけなこと言うんですけど、占い新労働って基本的に見にくいと思います。占い新労働をやるときって、少なからず相談をし、相方に白を打つことってしないと思ってるから、まあその時はまあ確かにね、相談をしてなかったって言われたら、まあそれまでなんですけど、鈍進行になってるからね。ただ少なからず7番釣れば多分俺の審議がつくよね。わかる？ 7 番釣って3番釣ればよくねってもう俺視点になってるから。え、わかるよね。はい。まあ基本的にもう考えることないんで、はい。俺は仕事終わってます。4番のプレイヤーは発言してください。いや終わってないです、終わってない。あの7番視点って1進の2強3、4ローが確定してる場面なんで、7番は絶対に地釣りは飲まないんですよ。だから3番は最後まで7番と戦う必要があるんですよ。だから僕は27で追った理由ははっきりと言ったんだけど、僕は黒い発言を自分でしてないので、2番という強人が4にしろってあんまり意味ないなと思ったから、1番強人で2番の占いないと思ったから2番に白打ちって、なおかつかばえるからね、2番さんって疑われてたから。だから1強の2ローで、2が4白だから3番殺したい、2、3見えない、2、7ローっていうのが僕の結論だったんですよ。で、実施点って別にその8番さんも言ってたんだけど、霊能が白黒出すだけなんですよね。霊能進路の場合って白黒打つだけだから情報にはならないんですよ。情報釣りとかないと思ったんですよね。まあ僕視点はね、ただ村視点はあるんだよ。霊能の真偽を伸ばしたいから、霊能の視点をはっきりさせるために情報占いは情報釣りの一応欄、それは飲めるんだけど、実践って別に一応欄じゃなくて2番が人狼に見えるから2から行きたいよってだけなんですよね。まあ、ただじゃあ4一応欄にしたいんだったら僕は1番投票するよって釣られたくないから、37占いたいから1投票しただけで、釣られたくないから1投票しました。そしたら1番が慈悲能だったんで17ローなんだけど、まあ7にないのかなって若干思ったよ。7番の発言で7番が2番殺しに来るって、別にもうだって僕が27って言ってるんだから、27で7番が2と切る必要ってないからね、来る打たれるだけなんで2釣ったところで。ただそれって7番の2周目の発言聞いて思ったことだから、だから初週で1黒というより1強に見えたんですよってだけだから、まあ真なんで僕は7番投票するだけなんだけど、村下の釣り切りにはなるから普通は。だから3番さんは最後まで7番と戦う意思を持っといてくださいね。7番いきます。5番のプレイヤーは発言してください。全視点で2が死んだったら勝ち確場面ですもんね。2番さんだけが確定白になってるから、占い師でもだから2番さんが死んだったら確定で勝ち、手だけ2に使う名は一生ないからだよね。4が死んだった場合は1で落ちてる可能性、1で落ちてたら違う、何ん？なんか単純に3の7釣り切ったらどうなるんだって思ったけど、そっか2強陣があるのか。まあいいや、2が死んだったら勝ち確ってだけですかね。今日はどこ行きますか。4か7か3ですね。6番のプレイヤーは発言してください。普通に仕事終わってる3番さんでいいんじゃないのって思っちゃうんだけど、3番さん目線、3が死んだった場合で1番で黒落ちてるから3番釣られても PB 起きないよね 100% って考えたら、やっぱり村目線としてはちょっとね、3番さん落としていただいてね、ねえ、でねえ、グッジョブが起きればね、釣り縄増えるわけだしね、いいんじゃないですか3番さん落としでって思っちゃいますけど、1が死んで2、4、ロー、3強陣だった場合って7番さん結構絶望的な場面になっちゃうわけですよ。1が死んだった時ね、1死んで、もし7死んでね、1が死んだった場合、2、3、ロー、だった2、4、ロー、だった場合って容易に7に黒打てるから3いきます。7番のプレイヤーは
発言してください。5番さんが言ってることが一番まっとうね。5番さんが言ってることがまっとうで、もう2と4が共に7黒を打ってるんで、両方2星。なんで1が真です。まず3番が、もう初日の1周目から1釣りをしてるし、2周目になっても1釣りをしてるんで、俺目線絶対1釣りたくなかったんよね。で、やっぱ初日は俺2番釣りたかった。2番さんだけ視点が合ってなかった。2番と3番俺釣りたかったんだよ。まず9番が鈍進行提唱しせず好きにやっていいみたいな発言で2番さんが鈍進行提唱した。で、2番さんと3番さんって潜伏選んだんだよね。そこで1を叩いてる時点で俺は結構黒かったのよ。で、4番さんはその時点で2を叩いてた。だから視点合ってるんだよ。グループ分けが結構1周目からできてたんだよね。で、2が強で4がローで4の相方が3なんで今日は3、7なんでいいです。2と3と4で絶対7に投票集めてくるから今日3、7でよくて、5番さんが言ってたように2番強靭なんで別に釣る必要ないよね。だから3釣って4釣って勝ち終わるんで 100%3釣って4釣ったらもう俺目線終わるから。今日3釣りね。だから3、7ランでぶらさないで、2と3と4で絶対俺入れてくるから。絶対投票ぶらしちゃダメよ、8番さん。2番って狼ないからね。1が2白だから。だから3、4ローローだから。今日3釣りね。8番のプレイヤーは発言してください。なんか人間は狼がないって話があるけど、ほんまにないの？1、強、2、ローの世界はないの？よくわからんけど。ただ、3、7のランというか、誰か言ってたけど、3つって7やと思うけど。だって3が1プロなんでしょ？ 3 と1は別陣営なんで、3が死んでも問題ないし。で、7つったらまたそこでどっかいろいろまた見える視点が絶対あるはずなんだよね。なんか頭がこんがらがるけど、多分ね、これ7黒7黒ってなると多分強靭が混じってて失敗してるんですよね、絶対に。はい。だから7黒じゃないかなと思いますけどね。はい。3いって7いって終わらなければ3が破綻でしょ。だって3いって7いって終わらなければ3が破綻でしょ。3は1黒なんでしょ。新ローローじゃないかい。新ローローじゃないでしょ。新ローロー、まあ新ローローやったらお見事やね。ドン進行で新ローローってチャレンジャーすぎる。やってんの？チャレンジ。スーパーチャレンジャー。はい。3つって7じゃない？で、7つって終わらなければ3が破綻するし。で、7目線は、どこが死んだんや。1か。1が死ん。なんか旗見れんのじゃないこれ。違う？なんか深く考えないけど。いや、勝てる。2が強靭なら勝てるけど、うん、4が強靭なら負け。違うんかな？ 2が強靭なら勝ちだけど、3が1黒なんて。3が強靭なら負け。心身を釣ることが100ない。だからもう2の強靭にかけるしかねえんだよ。はい。投票を始めてください。信じてください。私は決して悪人ではありません。まあちょっと信用ないし、白打っちゃったな。3番のプレイヤーが選ばれました。3番のプレイヤーは発言してください。はい、折れずりで全然よくて、ちょっと村目線の考えてちょっと考えてたんだけど、多分3つって7までは引き切れるよね。折れ視点って2か4に芯がいて、その2か4にいる芯がどっちも7黒打ってる盤面かなんですよね。で、村目線に立った時って1番が2白打ってて、2番が4白打ってて、4番が8白でしたっけ。確か。八白だよね。で、村目線に立った時って、7から釣れないのは分かってるんですけど、ちょっと待ってね。1が2白の状況下で、
や、絶対ないよね、村目線。ないよね、多分。まあ、少なからず。あれ、ちょっと待って、俺が混乱してきた。ちょっと待って、村目線に立った時って占い振動度あるのかな？あるとしたら、14？ なわけないよね。14のだった時はどうなる？俺が強人になるってこと？ 1 黒、あ、違うか。ちょっとわからなくなってきた。ちょっと盤面整理がちょっと混乱してきて、ちょっと村目線に立てないんだけど。37多分引き切れるよね。3番、7番の順で引き切れて、なんかこんがらってきたな。俺もこんがらってきた。多分37引き切っても最終日迎えられるはずだよね。1番が仮に村目線死んだった時に3つって7つったら、で終わんなかった時、ああ、そういうことか。ああ、はあ、ああ、そっか、余韻7。そっか、村目線7釣れないのか、余韻に。あ、ごめんごめん。夜が来ました。目を閉じてください。人狼は目を開けてください。人狼は人を殺してください。いやもう2の教授にかけるしかねえんだもんけど、これ8番さんがロックしてたら負けなんだよね。うん、朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。2番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい。ね、3、4か1、7なんだよね。3、4か1、7なんだよね。わかんないから俺。今日俺釣りでいいよ。3、4か1、7か俺わかんないから。1とつながるの7だよね。で4、3が1黒かな。3、4か1、7だよね。ご主人どっちかわかんないんだよね。4番のプレイヤーは発言してください。まあ、一応1番が2白、4番が2白なんで、2番人外仕様で、2番が確定強人。ここまではまず把握してください。2が確定強人ね。で、1視点って2白なんで、まず占い進路論って存在しないんですよ。1視点2白なんで、2音論ない。2視点7黒なんで、1音論ない。で4視点7黒なんで、1、2論ないんですよ。で、4視点も2視点も3が真なんですよ。7黒結果で出てるから。で3が真だから1番が黒で1、7ロー。2と4の視点って一緒なんですよ。で、7が真の場合も追う人って、3、7ローラーってできないんですよ。7が真の場合って1番が真だから。2と4に7番は黒打たれてるので、7が真の時って1番が真なんですよね。1番が真だった場合って1と7という真と3という人外1匹しか釣れてないんで、37ローラーった時点で7死んだら負けなんですよ。だから37ローラーってできないから、占い師ローラー行って37審議つけたらって言ってるだけなんですよ、僕は。で、僕が人外ならこの説明しません。村が勘違いして、37ローラーれば勝ちなんだから。2強4ローで勝ちなんだから。僕が人外ならこの説明をしないということが僕の最大の新要素だと思ってください。それでいいです。もう7言ってください。もう3釣ったんだったら。なんか、もう2が確定教授使用してるんで、1を真としてみるか、4真としてみるか、3と7どっちが真なのか考えて、僕視点ではもう2日、初日3が1黒出して、僕が7番占って7黒の時点で1、7ローが確定してるので、7行けば終わります。
2が確定強靭症してるんで、カリード出なくていいんで、まあ、安定でニズリとかも言うんだって、村試験そっちの方が意見多いんだったらニズリでもいいんだけど、7行けば終わります。5番のプレイヤーは発言してください。まあね、ワンチャン逃がしんだったら楽だなって思ってたんですが、はい、まあ、M1 さんが難しく説明してたけどね、簡潔に言えば進路路なし、2の黒もなし。ってだけだから6、8番さんはすごいごっちゃごちゃになってたよ、さっき。そんだけですね。あ、ごくちゃぶありがとうございます。まあ、ただそれだけなんですが、まあ、強靭がね、確定してしまったから悲しいですね。3番さんも釣られてのんきだったけど、4、2が強靭があったら4と7の決め打ちだからね。まあ、それだけですね。7番さん新軸だと、17新だと3、4ローローしかないんだよね。3、4ローローがあるか、17ローローがあるかっていう話、その2つだけですね。6番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。僕一応7番さんにカマをかけたつもりだったんですよね。カマをかけたんですよ。ね、2、4、ローローだった場合は容易に7に黒打てるとか言ってね、7番さんそれにまんまと引っかかってくんないかなと思ったんだけど、ちゃんとね、3、4、ローローっていう風に言えてたからね、7番さんさすがだなという風に僕は思ったんですよね。で、3番さんの遺言を聞いて、なんかこれって占いの進路路あるのかみたいなこと言ってたけど、ねえしと思って、3番さんあれちょっと盤面把握できなかった、できなくなってしまった、強靭か人狼なのかなっていうふうに思っちゃったんですよ僕。でも2番が強靭使用してくれてるから、3番さんってやっぱり人狼なんじゃねって一生思っちゃったんだけど、どうしましょうかね。ちょっと一生で7の芯高くなっちゃったかなって一生思っちゃったんだよな。で、24が7に黒でしょ、ちょっとねーって思っちゃうけど、8番さん。7番のプレイヤーは発言してください。だから昨日言ったじゃん、3、4、ローロー、2強、3、4、もう1、初日、真っつって、1の白先って2だからね。1の白先って2だから、2が強も4がローが確定してて、もう3、4、ローロー。だから初日に真っつってるのよ。だから初日2番と3番俺釣り位置に入れてたじゃん。まず俺が人狼だった時にさ、三人が言う ?2、3、9って三人が。しかも2人、人がちゃんと当ててんだよ、2人。でしょ?だから9番さんが同進行提唱せずに好きにやってくださいみたいな進行論を言って、1番さんが村をまとめる同進行を言ったじゃん。で、2番と3番って共に1を釣り寄せてたんだよ。で、4番の人狼は影に隠れてて、白くなろうとしてた4番人狼なのよ。だから3、4、ローロー、2強が見えた時に1の芯ってわかるはずよ。だから8番さんが昨日言ってた3釣り、7釣りって負け進行だからね。3釣り、2人村側釣った時点で負けだから。だからこれ投票今日割れたらダメだが、今日4なならんね。4釣って終わるから。8番さん聞いといて、4つって終わるからね。3番さん昨日テンパってたやろ、新ローローあるんかなとか。あの発言で3のローって分かってもらえると思うよ。いい、8番さん4釣りよ。8番のプレイヤーは発言してください。まあそうだよね、まあ、7が死にやったら負けなんだよね。確かに確かに3、7までは釣り切りは安定じゃなかったね。でも自信はないけど7いくかなと思うけどね。2の反応が、え、7、ご主人様なのみたいな反応に聞こえたんだよね俺。違うんかな。わからないんけど、そうなんだよね。もう確かに2、3、4が全部人が4、2、7、7、6、3が1黒、3が1黒、
三か一。七目線は一が真なんだよね。一が真。あんま考えてもわからんのよね。あんま考えてもわからんな。わからん。いや、7の芯も、そらね、ゼロではないよ、絶対的に。でも4が芯っぽいなと思ってるし、2の反応が誤爆した教授のそれっぽく思えちゃうんだよね。申し訳ないけど。っていう感じですわ。投票を始めてください。ありえん。ほらじゃないんで。まあ、8番さんとはとことん意見が合わないね、やっぱり。8巻だ方が良かったかな。まあ、2番7入れるやろうな。4番。あら。のプレイヤーが選ばれました。あれ言ってくれたんだ、8番さん。4番のプレイヤーは発言してください。すいません、狂人です。申し訳ない。七尾さん人狼ね。多分、そのアローだよね。マジか。いやあ、夜が来ました。いや、あるある。日本狂人ある。人狼は目を開けてください。人狼は人を殺してください。日本狂人ある。八代落ちが日本狂人ある。ああ、いや、いやもう俺破綻なんだよ。もう二の狂人にかけるしかねえんだよ。ようおかしかったから、いやー2が狂人で語る意味はあるよ。2番釣られなきゃ勝ちだから、だから4の狂人はある。いや、日釣り進行ないから。朝が来ました。昨夜死んだのは6番。7番のプレイヤーは発言してください。もう俺破綻してんだね。俺破綻してるから人狼なんだけど、まあ、2番か4番どっちか狂人なんだけど、俺4の狂人もあるんだよね。正直2番シーンの時って別に釣られなきゃ勝ちだから、俺2番のシーンもあると思うから。まあ、2番が狂人だったら5番に入れて、まあ、2番シーンもありそうな気すんだよな。まあ2番が狂人なら5に行って。8番のプレイヤーは発言してください。4番さんごめん。投票間違えた。4の話してたら4に投票してもった。もうごめんとしか言いようがないわ。6、4に行っちゃったの。間違えたけど、まあ大丈夫やろと思ってたら6、4に行ったんか。もう待って、めっちゃ間違えた、取り消しねえじゃんと思って。いや申し訳ない、4の話ばっかりしてたから。4に入れてもうた。あー、誕生日ありがとう。いや申し訳ない、いやもうめっちゃ申し訳ないわ。そうなん、いや7のシーン、いや7のシーンはないよってと俺思ってたからな。やっぱり7目線実には絶対ならないから、4か1になるはずやから。7目線ってやっちまったな。逃がしに見えないんだわ。
はい。だから、芯で柱をする必要ないもんな、だって。ないんだよな、2って100%強靭なんだよな。ああ完成しかないな。いやーやってもうたわ。2番ああどっちだよ。誕生日ランプの方がいいかもね。ポイント高い。じゃあ七馬さん5番釣りましょう。5番釣りましょう。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。本当かな。発言してください。3、4か1、7かって言われた3、4のね、招集の触れ方からはあんまないかなと思って、1、7になったかな。はい。いい1年になるんじゃないんでしょうか。勝利で迎えれる何歳か分かりませんが。何歳か。6歳ありがとう。21歳、拳でということで、お誕生日おめでとうございました。いやー、投票を始めてください。今の信あるか。今もちゃん、ありがとう。チーフさん、まゆまゆさん、ちくわちゃん、ありがとう。いやーこれ勝ちて。5番のプレイヤーが選ばれました。2番どっち？あ、マジ2番ガチ強だ。5番アイランさん、ありがとう。発言してください。目を閉じてください。いや、全論も悪くねえな、これ。人狼は人を殺してください。アイランさん、セックン、アイビーさん、ちくわちゃん、まゆまゆさん、チーフさん、いももちゃん、ゆんゆんさん、ありがとう。いや、誕生日に勝ちでいけたのいいね。あまやさん、ありがとう。ありがとうございます。皆さん、お祝いの言葉、ギフトありがとうございます。9月20日になりました。赤とんぼさん、ドキンちゃん、ハピパラさん、ハルさん、ありがとう。朝が来ました。もう18位まで上がった、ありがとう。昨夜死んだのは8番クルさん、エドナさん、ありがとう。ゲーム終了、人狼の勝ちです。あ、8騎士か。ピノイチさん、ありがとう。いやー、聞こえますでしょうか。動画かや、これは。八幡さん、たくまさんからいくら渡されたんですか。岩本ちゃん、いや、ごめんなさいね。もう、4の話ばっかしてたから、4に入れてもらうと間違えたと思って。でも見たら6番さん護衛なんですね。X ありがとう。グッジョブは意味ないですからね。いや、そのグッジョブも、まあ、結果論ですけどね。まあけど6グッジョブ出たら結構少し長のシーン上がんない？どうなん？いや、グッジョブ先、グッジョブ先はあんまり考えてないです。ああ。6番さん紙通ってたら票数的には勝ってたから。そうやね。ごめん、俺2つ責任があるな。もう俺視点占い新郎論の話してんじゃなくて、村目線あるのかってちょっと確認したかったんやけど、ないよ。3番さんのあれがちょっと黒く感じてしまって7番進化。違う、俺視点の話ないよね。3番さんが真の時って、いや、要は あるんか。3番シーンの時あるんか。いや、ないですよ。1黒出てる。ミオンが7黒出してるからないです。ないから。俺視点ない。いや、俺視点はないの分かっててんだけど、いや、村目線あるのかなって思ったわけで。だから3、いや、俺も結論、俺釣りはまあ分かったから、まあ7まで引きれるのかって感じで考えていた時に、3、7引きるって言われた後の遺言で、あれこれ村目線できるのかなってなんか自分で考えてたら、なんか白いこんがらってしまった。
あ、そうそう、単純。あ、そうだね。3目線、あ、ないんだ。俺目線はないね。俺目線は確定でないのは分かってるんですけど、17道道ってもう完結してるんですけど、あ、村目線で立って考えたときに、占い新道道、あれあんのかって考えたときに、まあ、要は7つって終わんなかったときは、まあ、2強4道の世界線があるから、ああ、じゃあできないねって、やっと追いついた。だから村目線別に新道道あるんですよね。いや、ないないない。唯一の新道道の方が、2番さんが霊能に死を出すのが唯一新道道ある。あ、ちょっと言うわ、それ説明するわ。3番さん目線さ、3番さん目線1がローだから、2と4に神がいるから、2と4が7黒打ってる時点で、まず3番さん目線は神ローローが 100% ないってわかるじゃん。で、7目線も、7目線も1つって白で、2と4が7黒打ってるって、俺目線もないんだよ。ってことは、3と7目線ないってことは村目線もない。あ、ユーザーさんギフトありがとう。あ、そっか。そうそうそう。それを5番さんが指摘してくれて、2が死んなら勝ち確場面なんだ。裏の。そう、それを願ったんですけどね、2番さん。で、俺はちょっともう2の強靭にかけて、6勘なんだね。2の強靭にかけるしか俺もう勝ちないと思ったんで、5番さんがそれを追ってたから、6で噛み通れば、まあ8番さん説得して5番さんに誘導してもらおうと思ったよね、4釣り。2番さんの反応ってやっぱり、あ、間違えたんですよね、あれ多分。いや、俺17かなって思ってたんだけど、破綻しないために7黒打っただけなんだよね。あ、そうなんだ。そうそうそう、17っぽい発言だったから、だから7が1白打つから、俺が7白打ったら破綻しちゃうから。マイメさんありがとう。あ、もう分かってた。2番目線17。あ、でも2番って多分破綻した方が良くない？ああ、そっか。2目線分かるのか。2番さん自身が強靭やろってなると。いや、7が2釣り押ししてる時点で、うん、7が繋がるの1だから。だから7は白、1白を繋がって死んでも2世でもと思ったから。自分視点1黒だから破綻しないために7黒。いやー、強靭やってくれたなと思ったら。まあよかった、2が強靭で。なんとか挽回したね。うん。